はい、ございます皆様、5月17日月曜日、となりました。いかがお過ごしでしょうか。月曜日っていうのはね、やっぱり、少しね、まあ仕事が今日から始まるわけで、気分がね、こうちょっとこうどんよりしたりする感じなんじゃないでしょうか。ちょっと空模様もね、ここのとこ曇りが続いていて、梅雨がね、梅雨入りがそろそろだということでテレビでも言ってますね。室内では窓を開けて風通しを良くすると、そしてこまめに水分補給をして熱中症に注意してくださいと、めぐみも言ってますね。はい。まあ私もね、昨日早く寝たんですが、もう暑すぎてムシムシしちゃってね、なかなか熟睡できなかったです。今日ちょっとクーラーでも見に行って、寝室にクーラーがまだないんでね、ちょっと買い物に行こうかなと思ったりしております。はい。今日は、12時半から岡田亮君と、スパーリングの日なので気合い入れて、やっていきたいと思っております。では皆様、今日も明るくほがらかに、心から感謝感謝感謝で、感謝を忘れず生きてまいりましょう。ありがとうございます。私は幸せです。ありがとうございます。ついてます。ありがとうございます。